久保さん、今回、孫正義にしましょうか。僕、今日ブログ書いてたんですけど、まあ、孫正義のね、ちょっと言葉を使って、未来のことはわからない。果たしてそうでしょうか。まあ、確かに未来のことはみんなわか,からない。僕もわからないかもしれない。だけど、まあ、そういうふうに言ってる人たちは、未来のことを考えようとしてないんじゃないかと。もし考えようとしてないんだったら、それは良くないことではないか、みたいなね。あの、僕、話聞いてね、ちょっと電流が走ってね、まあ、いい言葉だなと思うんですよね。 うん。だから、堀江さんの近畿大学のスピーチも好きなんですよ。未来のことなんかわかんないよと。10年前、みんながね、あの、スマホをいじりながら歩いてるなんか予想できました。僕も予想できなかった。誰もわかんないですよ。だから今を生きろ。みたいなね。まあ、話なんだけど、それもそれで好きだし。だけど、孫さんの話も好きだし。うーん。なんかね、あ、う、の、ん、うん。 まあ桜井翔一さんのやっぱ深いですよね。やっぱその何か成し遂げた人っていうのはその深いなと思いますね。うん。まあでもね感じることができれば僕もよく言うんですけど、今チャンスだらけじゃないですか。でもチャンスだらけって感じれるか感じれないかって、そのん過去を考える過去どういう状況だったのか。日本は焼け野原で広島なんか原発落とされてっていう、まあそういう状況でした。 敗戦国ですです敗戦国が多分これ世界的にも敗戦国が、えー、世界の、うん、まあ今はちょっとダウンしちゃいましたけど敗戦国が世界のトップを争うようなあ経済大国になるっていうのは稀に見る偉業なんですよねでもその偉業を成し遂げてくれた人がいたから今の生活があるしもしその偉業がなければ今も 貧乏で貧しい、ただの敗戦国のアメリカに負けた国です。終わりですよね。うん。だからそれは感じ、感謝できたりとか、ありがたみを感じれたりとかしたら、まあ、今にすごくチャンス、可能性を感じれるだろうしね。うーん。んかさ、いろんな視点でやっぱ考えて思ったりとか、いろいろこう、やっていくっていうのは大事だと思いますけどね。うん。そう。 だ FX に関しても久保さんが言ってた通り、今の負けで捉えるのか、それとも将来の勝ちとして考えるのかによって、また捉え方違うだろうし、そこから何を学ぶのかによって次につながる、未来につながるだろうし、ただ今負けました。ああ、勝てないんだ。やっぱダメなんだ。って考えるんだったら、まあ先ないだろうしね。<laughs> そんなんだったらやめた方がいいだろうし。でも多くの人はみんなそんな感じですよね。 あんま考えてないというか、なですかね、思ってないし。うん。はい、いってらっしゃい。